वेलकम टू यूजीसी ईपीजी पाठशाला उनीता सचिदानंद डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. दिस इज पेपर 3 100 पोएट्स 1 वर्स मॉड्यूल 21 पोएम 58 टू 60 प्रेजेंटिंग ह्यूमन इमोशंस. Unbearable pain in endless waiting, payback in same coin. UGC EPG Pathshalaye Yokoso. Unita Sachidanandoto Moshimas. Higashi Ajia Deridaega Kuken Kyuka. Paper San Yakunin Issue. Modur Niju Ichi. ಗೋಜು ಹಚಿಕರ ರೊಕುಜು ಮದೆ ನಿಂಗೆನ್ ಕಾಂಜೋ ಅರವಸು ಕೊಯ್ಬಿತೋ ಓ ಮತ್ತೇರು ಕೋತೋನೋ ಸುರಾಸ ಕೊಯ್ಯೋ ವಸುರೇತ ಹಿತೋನಿ ತಾಯಿಸುರು ಹಂಪತ್ಸು ಕೊರೆಕರ ಗೋಜು ಹಚಿನೋ ಉತಾಹೋ ಯೊಮಿಮಸ್ ಅರಿಮಾ ಯಮ ಇನಾನೋ ಸಸಹರ ಕಾಜೆ ಫುಕೆಬಾ ಇದೆ ಸೋಯೋ ಹಿತೋ ವಾಸುರೆ ಯಾವ ಸುರು ಕೊನೊ ಉತಾವೋ ಕ್ಯೂ ಕಾನಾಜುಕಾಯಿದೆ ಕಾಕುತೋ ಅರಿಮಾ ಯಮ ಇನಾನೋ ಸಸಹರ ಕಾಜೆ ಫುಕೆಬಾ ಇದೆ ಸೋಯೋ ಹಿತೋ ವಾಸುರೆ ಯಾವ ಸುರು ತೋ ನಾರಿಮಸ್ ಕೋಕೋನಿ ಚುಯಿ ಸುಬೇಕಿ ಕೊತೋವಾ ಇನಾನೋ ಸಸಹರಾನೋ ಇನಾನೋ ಈ ನೋ ತೊಕೊರೋನಿ ಅರಿಮಸ್ ಗಾ ಈ ವಾ ಫುರಿ ಕಾನಾಜುಕಾ ಇದೆ ಕಾಕುತೋಕಿ ವಾ ಚೊತ್ತೊ ಚಿಗಾಯಿಮಸ್ ಕೊನೋ ಈ ನೀ ಖೀ ಒತ್ಸ್ಕೆತೆ ಯೊಂದೆ ಕುದಾಸಾಯ್ ಕೊಕೊನಿ ಡೈಜಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ತೋ ಕೊಯ್ ಓ ವಾಸುರೇತಾ ಹಿತೋನಿ ತಾಯಿಸುರು ಹಂಪತ್ ಸುನೋ ಸುಯೋಯಿ ಕೊತೊ ದೆಸ್ನೆ ಒತೊಕೊ ಗಾ ಒನ್ನಾ ಓ ವಾಸುರೆತೆ ಗ್ಯಾಕುನಿ ಒನ್ನಾನೋ ಕೊಕೊರೋ ಉತಾಕ ಗಾತ್ತ ಕೊತೊನಿ ತಾಯಿಷ್ಟೆ ಒನ್ನಾ ಗಾ ಹಾಂಪಾತ್ಸುನೋ ಉತಾಓ ಒಕುರಿಮಸ್ ಕಾನ್ ಕಾನ್ನಿ ಒಕೊರು ಖಿಮೋಚಿಯೋ ಅರವಶಿಮಸ್ ಕಾಜೆನಿ ಯುರಾರೈತೆ ಇರು ಸಸಹರಾಗಾ ಸುಕುರು ಸಬಿಶಿ ಫುಯಿಕಿ ಮೋ ಕೊನೋ ಉತಾನಿ ದೆತೈಮಸ್ ಸಾಕ್ಷಾನೋ ದೈ ನೀನು ಸಾಮಿ ವಾ ಹೇಯಾನ್ ಚೂಕಿನೋ ಕಾಜಿಂದೆ ಅರಿಮಸ್ ಕೊನೋ ಕಾಜಿನ್ನೋ ಹೋಮ್ಯೋ ಓ ಫುಜಿವಾರಾನೋ ಕತಕೋ ತೋ ಇಮಸ್ ಕೊನೋ ಜಿದೈ ನೋ ಜೋಸೈ ನಿಷ್ಠೇವಾ ಮೆಜುರಾ ಶಿಕು ಹೋಮ್ಯೋ ಗಾ ಸ್ತವತ್ತೆ ಇಮಸ್ ಮುರಾಸಾಕಿ ಶಿಕ್ಕಿಬು ನೋ ಮುಸುಮೇದೆ ತಕಹಾಶಿ ನಾರಿ ಅಕಿರಾನೋ ಸುಮಾ ತೋ ನತ್ತಾನೋದೆ ದೈನಿ ಸಾಮ್ಮಿ ತೋ ಯೋಬಾರೆತೆ ಇಮಸ್ ಇಚಿಜೋ ತೆನ್ನೋನೋ ಶೋಷಿನಿತ್ಸ್ಕಾಯೆ ಆತೋನಿ ಗೋರೇಜೆ ತೆನ್ನೋನೋ ಉಮೆನೋ ತೋ ನಾರಿಮಸ್ ಉತಾನೋ ಇಮಿವಾ ಸುಗಿನೋ ಯೋದೆಸ್ ಅರಿಮಾ ಯಾಮಾನಿ ಚಿಕಾಯಿ ಇನಾನೋ ಸಸಹಾರಾನಿ ಕಾಜೆಗಾ ಫುಕುತೋ ಸೋಯೋ ಸೋಯೋ ತೋ ಓತೋ ತಾತೆತೆ ಯುರಾಗಿಮಸ್ ಸಾ ಸೋನೋ ಕೊತೋ ದೆಸ್ಯೋ ಅನತಾವಾ ವತಶ್ನೋ ಕೊತೋ ಫುಅಂದ ನಾದೋತೋ ಓಶ್ಯಾಯಿಮಸ್ ಗಾ ವತಶ್ವಾ ಅನತಾನೋ ಕೊತೋ ದೋಷ್ಟೆ ವಾಸುರೆಮಶೋಕ ಕೆಷ್ಟೆ ವಾಸುರೇವಾ ಶಿಮಸೆನ್ ತೋ ಯು ಇಮಿನಿ ನರಿಮಸ್ ಗೋಯಿಯೋ ಮಿಮಶೋ ಅರಿಮಾ ಯಮ ವಾ ಸೆಷೂನೋ ಕುನಿ ಅರಿಮಾ ಗುನ್ ಗೆನ್ಝೈನೋ ಹ್ಯೋಗೋಕೆನ್ ಕೋಬೇಶಿ ಖಿತಾಕು ಅರಿಮಾ ಚೋನಿ ಅರು ಯಾಮಾದೆ ಅರಿಮಸ್ ಮುಕಾಶಿಕರ
稲と一緒に組み立てて、よく歌に現れています。稲の笹原。これは有馬の南東にあたる摂州の国、稲川に沿った平地のことであります。稲のとも言われます。昔から稲と有馬山は一緒に出る歌が多いようです。風吹けばは風が吹いたらという意味になります。いでそよ。このいではいやはや全くなどの意味の副詞で、そよは笹が立てるサラサラという歯ずれの音を示すとともに、そうよ、だとか、そうなのよ、などの意味もあります。二重の意味を持つ掛け言葉であります。次は、人を忘れやはするという語彙ですが、ここに人は相手の男のことでありますね。相手というのはここに恋人のこともありますね。どうしてあなた人を忘れることができるだろうというような意味であります。鑑賞に入りましょう。五十一首の言葉書きには、ガレガレなる男のおぼつかなくなど言いたりけるに読めるとありますが、しばらく会わなかった恋人から私のことを忘れたのではないでしょうねという手紙をもらったので、返しに女は和歌を書きました。笹原のそよそよという擬音と返事としてのそよ、現代語だとそよをかけた吉に富みながらも可愛らしい和歌であります。もう一度大事な語彙を見ましょう。風に吹けばというのは、稲の笹原に風が吹いたら、稲の笹原はここに大事な語彙です。笹原は風が吹くとそよそよ風をします。その擬音でそよそよという音がきますね。有馬山も大事な場所ですが、いでそよ、いでは、いいえとか、いや、はや、そよは、また、そよそよ風のこともあるし、現代語のそうよ、そうなのよ、そうだよという意味も入っていますが、ですから、そうよをここに使って、掛け言葉を使いたかったんですが、この掛け言葉も何回もこの百人一首の真ん中に来ていますので、ここまで多分皆さん分かっているだろうと思います。これから59の歌です。まず歌を読みます。安らわで寝なましものをさよふけて傾くまでの月を見しかな。この歌を旧仮名遣いで書くと、安らわで寝なましものをさよふけて傾くまでの月を見しかなとなります。ここに気をつけていなければならないことは、安らわでの和ですね。旧仮名遣いで書くと和は葉を書きますが、読むときは和になります。ですから、ここに葉と和の違いに気をつけてください。そしてここに大事なポイントを
言うと、男を一晩中待っていましたが、けれども来ませんでしたとかね。男を一晩中待っていたことの寂しさが示されています。きっと訪れる期待が崩れてしまいました。夜明けまで待つ女の悲哀とか辛さが、きれいにこの歌の中に出さされています。作者は赤染衛門ですが、平安中期の歌人です。泉式部と並ぶ再演と言われますが、藤原道長の範囲を描いたことも本当です。ですから、藤原道長の映画物語の小編の作者としても力を持っています。赤染め時持ちの娘と言われていますが、実の父は平の金森になります。大江の正平の妻であります。歌の意味は次のようです。来てはくださらないものと、初めから分かっておりましたらならば、ためらうこともなくて寝てしまったはずなのに、あなたをずっとお待ちしていて、とうとう夜が更けて西の山に沈もうとするまでの月を見てしまったことです、という意味になります。5位に入りましょう。安らわで、まず安らわは、ためらう、ぐずぐずする意味です。ではないの意味です。寝ましものを、もし、点々であれば、寝てしまったであろうという意味になります。傾くまでのは、ここに、傾くは、月が西に傾くことです。夜明けが近づいた様を表します。月を見しかな、月を見たことですよ、という意味になります。これから鑑賞です。訪ねてくると言っていた恋人を待ちわびる切なさや苛立ちが手に取るようにわかる和歌であります。待ちぼうけいを食らわされた姉妹の代わりに、その恋人である藤原の道隆へ当てて読んだ歌であります。この一首は五首一首にあります。五首一首にある関白藤原道隆が少々だった頃、赤染衛門の姉妹に、今晩行くからと言ったのにやってきませんでした。その翌朝、姉妹に代わって読み送ったのがこの歌です、ということになります。もう一度大事な語彙を見ましょう。安らわで、安らわはぐずぐずすること、ためらうことです。ではないですね。ぐずぐずしないとか、ためらわないことになりますが、寝ましものは寝てしまったでしょう。傾くまでのというのは、この歌に傾くするのは月ですが、月が西の方に傾くまで私はずっと見ていましたというのは、月をずっと見ていました。ですから、あなたを待っ
ているうちに、待ちながらずっと寝ないで月を見ていました。月は西に傾いているまであなたを待っていました。ということですが、この辛さはこの歌に示されています。これから60の歌です。60の歌を読みます。大江山、行くの道の、遠ければ、まだ踏みも見ず、天の橋立て。もう一度読みます。大江山、行くの道の、遠ければ、まだ踏みも見ず、天の橋立て。この歌を旧仮名遣いで書いてみると、大江山、行くの道の、遠ければまだ踏みも見ず、天の橋立てとなりますが、皆さん、ここに、大江山の二番目に来る大は穂になっていますが、読むときはこれは王になります。ですから、大江山は本当に書くと、大方江山になりますが、読むときには方は王に変わって、大江山になります。行くの道の遠ければのところの、遠、王の王は方と書きますが、読むときは方は王に変わります。ですから、遠方ければは遠ければになります。ここに大事なポイントを言います。三つの有名な地名は、一つの歌に来ることと、行くと踏みのような掛け言葉を一緒に使って、娘の公式内部内心の自分自身の才能が乱される歌だと思われます。ですから、この三つの場所が有名な場所は一つの歌に来るということはとてもとても大事ですね。ですから、行くと踏みのような掛け言葉も大事です。はい。ですから、作者の紹介に入ると、作者の公式部内氏は平安中期の歌人です。立花の道貞と泉式部の娘で、年少の頃から歌の才能を表しましたが、20年代で早く死にました。一条天皇の中宮の藤原の彰子に仕えました。母と区別するために公式部と呼ばれていました。それで歌の意味に入ります。大江山を越え、行くのを通っていく道は遠いので、まだ天の橋立ての地は踏んでみたこともありません。まだ母からの踏みも見ていません。という意味になります。語彙に入ると、大江山。大江山は、丹波国桑田郡、現在の京都府西北部の山のことであります。行くのの道。行くのは、丹波の国、天田郡、現在の京都、福祉
ちやま、あざ、いくのにあるちめで、たんごへいくには、いくののさとをかよった。このいくのには、のをいくのいくをかけています。次には、遠ければ。遠ければは、遠いのでという意味になります。現代語とちょっと違いますね。まだ文も見ず。この文に、文と文、文、文の文ですね。つまり手紙を書けた掛け言葉であります。行ったこともないし、母からの手紙もまだ見ていないということを重ねて表している語彙ですね。次には、天の橋立てという語彙ですが、丹後の国、与謝郡、現在の京都府にある名称で、日本三景の一つであります。短所になりますが、歌合わせに参加することになった公式内部内誌、公式部内誌に、第64番の歌人である藤原の定頼が、お母さんに歌の代作を頼みましたか、その返事は来ましたかとからかったのに返したばかであります。当時、泉式部は夫の仕事について、天の橋立てのある丹後の国、現在の京都府北部にいました。公式部内誌の和歌は、泉式部が代作をしている、泉式部が代用しているという噂があったため、定よりはこんな風にからかったのであります。しかし、公式部内誌は見事に読み返し、定よりはあっけに取られて、とっさに馬鹿を返せず、すごすごと引き下がったのだそうであります。ここにもう一度大事な語彙を見ましょう。行く、行くのという場所の行くと、のへ行くの行くですね。ですから、行くも二つの意味がここにあります。ですから、二つの発音が同じで、二つの意味があって、それを掛け言葉と言いますね。文も同じですが、例えば、私はそういう行くのとか、そういうおえ山遠いから、私はまだ踏んでいない、行っていない、ということもありますが、文というのは、手紙のこともありますね。ですから、ここにも、行くと文は、二つの意味を持っています。発音は、両とも同じですが、行く、文、二つずつありますけれども、意味は別々です。ですから、これは掛け言葉として使われています。とても、美しく、ここに、こういう歌は、この掛け言葉を使っています。大江山は行くのと天の橋立てと関係があります。大江山、行くのと天の橋立ては3つとも場所の名前ですが、とても有名な場所です。例えば日本の三景とか美しい3つの場所は1つの歌に来ているのも面白いです。ですから、大江山へ行くのにとても時間がかかるし、
そしてまだ私は行っていないとか踏んでいないということを鹿人の公式部内氏が言いますが、それをもう一度見てください。